ポケットティッシュケースはいっぱい入っているときはいいのですが。残り少なくなると使いにくくなります。そこでこのようなバネ底を入れると最後まで気持ちよく使えます。まずポケットティッシュの長さに牛乳パックを切ります。それを折り返してホッチキスで留めたものを2枚作ります。次に4センチ幅に切ったパックを半分に切って、2.5 センチごとに印を入れます。端を1箇所切り取り、両面テープで貼ります。折りつぶして四角にします。それを剥がれないようにホッチキスで留めてください。角を4箇所切り落とします。ここに輪ゴムをかければバネのように伸び縮みします。これも2つ作ります。はじめに作った台紙の上にガムテープで貼り付けます。もう一つは横向きに貼り付けます。縦と横に貼るのがポイントです。上の部分にガムテープを貼ったら、このように折り返して押さえます。押さえたままもう一枚の台紙を乗せて、テープがずれないように気をつけて貼り付けましょう。これでバネ底が出来上がりました。これを底に入れておけばティッシュが減っても押し上げてくれます。豆に補充する方には必要ありませんが、工作好きの方は挑戦してみてくださいね。